はい、今日はこれです。タイメイドってあるんだよね、うん、味のマルタイなんだけど、今日はね、金のアゴだし。パッケージがすごいよね、これ。トビウオだし入り醤油ラーメン。今日は豚骨じゃなくて醤油です。2人前入ってね。500ml、 2分30秒。麺が茹で終わったらスープを入れて混ぜる。メンマと火薬が入ってる。麺を別茹でされる場合は 300ml の熱湯で溶いてください。2分30秒で、うん、茹でるんだって、うん。液体スープ、あ、メンマ、こんな感じで、これね、フリーズドライのネギが入ってる。これまたしまって、どんぶり温めておこうね。もやし、メンマ、チャーシュー、2分30秒って意外と早いからね。準備 OK かな。残り1分だったらもやし入れようか。2分30秒だったよね。なんか真空パックみたいになってる。あー、結構いっぱい入ってるね。こんなにたくさん入ってる。フリーズドライブ、もやし入れて、みんな入れちゃえ。もやし入れたら冷めちゃったかな。おっといけない。スープ入れたら、スープも300。
すごいよね、ネギが。付属のメンマ。あ、メンマも結構入ってる。豚まん。今日はね、これ鴨。はい、今日はね、珍しくマルタイラーメンの醤油ラーメンです。あごだし。値段高いんだけどね、メンマとね、ネギがたくさん入ってんの、これ作り方が面白くて、茹で汁で作る時とスープを別にね作る時とね、作り方が両方書いてある。美味しい醤油ラーメンだ。もやしがいいね。シャキシャキしてすごく美味しい。スープを別に作る時は300cc でスープ作れって書いてあるんだけど、あーでもね、あごだしがね薄いような気がする。あのマルタイの長崎があごだし醤油なんだけど、長崎食べた時はね、なんかすごく美味しいって感じしたの。美味しい。美味しい醤油ラーメンだけど、あごだしがすごく効いてるかっていうと、どこがあごかな。まあ少しあごが効いてる感じがする。でももうちょっとね、パッケージが金だからね、あごっていう感じが欲しかったな。あ、煮卵美味しい。この極太メンマ美味しいよ。鴨チャーシュー、鴨美味しい。柔らかくて、このね、自宅で食べる美味しいラーメン、いろいろ試行錯誤しながらいろんなラーメン食べてます。美味しい。次回はさ、やっちゃいけないかもしれないけど、この金ピカのあごだしと安い長崎のあごだし醤油を食べ比べてみるかね。このネギとかさ、メンマのトッピングっていらないと思う。これで値段高くするんだったら、もっと下げてもらいたいな。確かに今ネギ高いんだけど、もやしは入った方がいいかな。美味しいね。ぜひ食べてみてください。